541はネクスコ中日本の提供でお送りします。東海北陸道の白鳥インターチェンジから飛騨清見インターチェンジの間で進められてきた4車線化の工事、今日は開通前の車線を歩きます。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今しか歩けませんので、今日はいろいろとご案内させていただきます。はい、まずは橋脚の高さ日本一の鷲見橋です。日本一の高さから見る景色は最高ですね。本当ですね。カーブになっていると結構歩きづらいですね。車がスムーズにカーブを曲がれるように、はい、実は傾斜がつけてあるんですよ。路肩は本線と傾斜が逆のところが一番あるんですけども、それは雪解けの水が本線に入ってこないようにするためなんです。へえ。こちらへどうぞ。はい、橋桁の下に入れるんですね。橋の下にこんな空間が広がっているんですね。実は橋の中にはケーブルが一面に張られていまして、崩れないように支えられているんです。ケーブルが緩んだりしていないか点検するために中に入れるようになっているんですよ。続いては東海北陸道にはたくさんあるトンネルです。出口と比べると照明が大きくて数がたくさんありませんか？明るい外から暗いトンネル入ってきますので、はい、ドライバーの目を徐々に慣れさせるために実は照明の数や種類を変えてるんですよ。よく見ると白線の上がなんかデコボコしてますね。これは車線逸脱を防止するためのものなんです。はい、タイヤがはみ出てしまった時に音と振動で気づいてもらうためにデコボコが作ってあるんですよ。また比較的長いトンネルには事故などのトラブルがあった際に避難できるよう並行するトンネルとをつなぐ連絡口もあるそうです。高速道路は安全のためにいろんな工夫がされているんですね。そうなんです。東海北陸道白鳥インターチェンジから飛騨清見インターチェンジまでの4車線化事業に着手してから6年、一部の区間を除き工事が完了しました。これからのスキーシーズンはより快適にご利用いただけます。ますます便利になる東海北陸道、今後も地域の皆様お客様と共に歩み続けます。